戦国時代という荒波の中に漕ぎ出す小さな一艘の船、その船の名は真田丸。真田一族は周囲を有力大名に取り囲まれ、滅亡の危機に直面する。これは我が真田家にとって未曽有の危機。この苦難、我ら一丸となってどんなことをしてでもこれを乗り切る。好奇心あふれる信繁、偉大な父の背中を見ながら成長していく。父の戦いぶりをしかと目に焼き付けとけ。お前の目には何が見える。誰もが先が分からずに必死にもがいている。天才的武将の父、正幸。真田はあの神、正幸、この荒海を渡り切ってみせる。正義感あふれる兄、信幸。ためらうな。真田家の脅威となる大名たちを豪華キャストが演じる。天下人に最も近いのはあの男かもしれん。徳川三河の神にござる。弱きを助け、強きをくじくが当家の家風。今北条が攻めてきたら真田は終わりということだ。東国の覇者はこの北条である。どんな状況になろうとも、そこにはいつもかけがえのない愛と絆があった。父上、窮地に立てば立つほどにやる気を起こすのが真田の気風。すぐに死んじゃ。はっ、大幕臣の始まりが。真田はまだ終わってない。